ちはや姉さん。私、二階に行きたくない。男の人とお会長するの嫌だよ。ねえ、泣かないで。ずっと一緒だよ。きっと迎えに行くから待っていて。
ちはや、どこに行ってたんだい。客がお待ちかねだよ。さっさとお行き。今夜は二人だったね。しっかりおしいよ。ちはや、待ちわびたぞ。さあ、早くこっちへおいで。お湯だった。さっぱりしたね。冷やし飴でも飲んでいきたいとこだけどね。千早、私ここで別れていいかな。悟られないようにって言ってもね。親方あたりにはうすうす気づかれてると思うよ。でもそれなりに稼いでるうちは見逃してくれるでしょ。もちろん千早ほどじゃないけどさ。もちろん、夜店までには戻るって。
あ、ごめん、大丈夫？本当にごめんね。俺がよそ見してたんだ。立てる？本当？よかった。だけどそれじゃあ俺の気が済まないから、どこかでお茶でもおごらせて。君よく見たらすごく可愛いね。その赤いトンボ玉のかんざしもよく似合ってるね。名前教えてよ。俺は大月忍って言って。え、ちはやちゃん？本当に？ああ、そう言われればちはやちゃんだ。いつもの化粧じゃないと印象違うんだね。全然気づかなかったな。そんなことないって。誰でもなわけないじゃん。そこに可愛い子がいるなって思ったら、それがたまたまちはやちゃんだっただけだよ。そんなことないよ。いい人だなんて、そんな照れるな。せっかくだから、このまま合い引きしちゃおうか。だってこんな偶然めったにないでしょ。団子の美味しい店知ってるんだ。ダメ？そうか。じゃあせめて団子だけでもお土産に持って帰って。すぐ買ってくるから待っててよ。ちはやちゃん、ごめん。思い出した。俺今お金持ってないんだった。
や、昨日の夜っていうか今日の朝まで手動で花札やってて、会ったばかりのお兄さんたちとみんないい人たちだったよ。ちょっと顔に傷があったり指がなかったりしたけど、途中までは勝ってたんだよ。うわ、なんだこれっていうくらいに最高の月でさ。あ、千早ちゃん、目が怖い。千早ちゃんってば優しいな。大丈夫だよ、俺にはほらこれがあるから。ああ、それがさ、なんか明け方になってお兄さんたちバタバタして出て行っちゃって、急に集合がかかったみたいで、足抜けがどうこうって騒いでたから、どこかの店の子が逃げたのかな。千早ちゃん、どうしたの？なんだか顔色が良くないけど、俺、大ヶ谷まで送っていこうか。うん、もう遊ぶお金も残ってないしね。今日は怒られてばっかりだな。じゃあまたね、千早ちゃん。あ、おたえちゃんだ。元気？今度のお休みはいつ？俺と一緒に遊びに行こうよ。